こんばんは中西ゆりです偉人素顔の履歴書アフタートーク番組収録後に番組の中ではご紹介できなかったエピソードなどを歴史家の各構造先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー偉人こぼれ話のお時間ですさあ今回のテーマはこちらです 今回は各先生の質問スペシャルということでこれまでの回も,もう大反響をだいていましてまだまだたくさんの質問が届いておりますので今回は時間の許すす限り各先生にお答えいいただければと思います、はい、それでは早速皆様おなじみのコーナー題して教えて各先生のお時間です、えー、早速ですが質問をご紹介していきます。 千葉県にお住まいのペンネーム、かんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。はい、各先生、歴史上の女性人物で一番やり手は誰ですか、うん、やっぱり北条政子ですか日野富子ですか夫を支える前田利恵の妻松屋、山内和豊の妻千代はダメですか、うん、夫婦の絆、夫のために我が家のために考え抜く人生、素敵やと思います。 ちょっと関西弁で <laughs> あの書いていただいたんですけれども、<laughs> はい、先生いかがですか？はい、あのまあ女性が輝いた時代というのは、まあ,あの歴史的に非常にまあ、限られてくるわけですね。ただ、あの念頭に置いていただきたいのは、あの女性に相続権があった時代は女性は輝いてるんですね。分かりやすく言いますと、江戸時代になって初めてその男性中心主義の世の中が来るんですね。はい 分かりやすいのは相続権、え、女性に相続権がなくなってくるのが江戸時代なわけですね。従いまして、その日野富子さんであれ、その前のですね、北条政子さんであれ、え、輝いてたかどうかと言われると、輝いてるんですね。中世の時代。そうです。です中世の時代は、いの女性というのは、え、男性と対等にものが言えるわけですね。うん それはもう江戸時代が全く真逆で3階に家なしと言われたようにその幼い時はお父さんの言うことを聞きなさい。 年取ってからは兄弟の言うことを聞きなさいあるいはご主人の言うことを聞きなさいで年老いてからはその息子の言うことを聞きなさいというこういう何でもかんでも封建的に,その家,の中に入れと家の中にいるのがいいという考え方というのは江戸時代入ってからなんですね、はい、でそうなってくると視野が狭くなるので女性性は男性と対等にものが言えないわけですねところが挙げてらっしゃる戦国時代に来た人たちというのは みんなその、えー、企業で言うなら副社長クラスでね。はい。あの人事権からあるいはそのあれありとあらゆることに口出しをしているんですね。そうですよね。だからそれは輝いてるというふうに言うならば間違いなくそういう、えー、ふうに言えると思いますね。はい、先生がこう挙げてくださった中で特にまあ、うん、この人優秀だよねって思われる方いらっしゃいますか。やもうねこれはねあのご主人とのねなんて言いますかカップリングの問題なんですね。うん、ああご主人の性格と奥さんの性格の違い。 それもあると思いますね、うん、前田利家の奥さんというのは幼い時から前田家にいましたからね、はい、いわばそそのの幼な馴染がそのまま夫婦になったようなもんですね、えーまあ、山内一豊の奥さんなんかは、まあ、なるほど言われているようによくできた奥さんとして、えー、封建制の時代ではあの戦前あの教科書にもなってましたからね。検証員 <laughs> そうです、ね、へそくりをしてご主人を助けるという話でしたけれども、はい、あれね嘘ですよ。 あの馬買うのにねお金をうんぬんって言いましたけどね、はい、まだね金は流通してなないんんでですすよそうからあの<は>へそくっててもねそれで馬買えないしで竹中半兵衛が言ってるんですけどもね高価な馬を飼ってはいけないと飼うと気持ちがそっちへ行ってしまうとで戦場で思わぬ不覚を取るからお金があるなら馬をねその分数替えと。 いう言い方をしてるんですね。はい、当時はそういう考え方なので、まあ果たして名馬を変えたかどうか。うん、で、しかもあの時山口勝はもうすでにあの、えー、何千国家になっているので、馬を買うのに困るようなことにはそもそもなってないんですよね。じゃちょっとそれは後に作られた逸話的なそう。あの後世に作られた物語ですね。すただあのたくさんの家来を従えたために、あの日っちもサッチもいかなくなって。 合戦に行く準備ができないで困ったことはあの記録にあるんですね。多分元はそれだと思うんですけれども、はい、その時にあの奥さんが知恵を出した。え、うん、それはあるんですけれども、あ馬を買ってきてどうのこうのというのは全部あれは作り話ですね。あすじゃあそのまあ旦那さんがある意味こう有名になったおかげでこうスポットライト浴びている女性がいるということは逆に。 多分すごく優秀だったり才能がある女性でももしかしたらね私たちが知らないだけであるという人はたくさんいらっしゃったかもしれないですよね。逆な言い方をするならば戦国時代に優秀でない奥さんをもらうと結局そこで終わってしまいまいすね二人三脚が当たり前で成功するあ<ー>まあ秀吉の家なんか分かりやすいですけれどもあのお姉さん、えー、いわゆる北のま所どこがあの努力した成果というのは大きいと思いますね。うそううですすね、はい、ありがとうございいます さあ続いてのご質問です、えー、埼玉県にお住まいのペンネーム浮島さんからいただきましたありがとうございます、えー、歴史上の人物がよく飼っていた動物を教えてくださいということですはい。まあ戦国時代でしたら当たり前ですけどもまずは馬ですねはい。え馬にこだわるこれはもう生き死にの問題にかかってきますからね、はい、そして娯楽としてはあの鷹狩りをあ戦国武将は結構してますねそうですよねえいい鷹を そういうのあの高のあれ乗せましたね。はい、鷹乗体験をさせていただきました。<laughs> 怖くなかったですか？いやあのもちろんちょっとあのこっちにわーって迫ってくる時は結構ドキドキしましたけど、<laughs> うんうん、こうドンって乗ってくれた時はなんか愛らしいなっていう感、ね、<laughs> <laughs> なんかいやその愛らしいなという高ですね。っ,たかなっていう、はいうん、あの高を飼ったというのは当たり前のようにありましたね。で物語の世界で割と多いのがねあのお猿さんなんですね。 うん、あの秀吉が飼ってた乱暴な猿がいて大名が来るとみんないたずらをすると。<ー>で頭にきた伊達政宗がですね前日にその猿の持ち主にですね金渡してで猿貸して借りてくるわけですね。うん、であのお猿さんをボコボコにしてですね <laughs> 顔見たら逃げるようにしてですね<ー>えしたという話がありますけども同じ話はね太田道館のにもあるんですよ。 ね、太田道鑑の主家があの同じように猿を飼っててみんなにあの悪さするもんですからちょっと貸してくれということで帰ってきて暴行にしてからですね <laughs> 会いに行くというまあ<ー>そういう話で猿が登場しますね。あ,<ー>あるいは柳生田島守宗則という人がいましたけどもこの人はあの猿をあの飼っててこれに剣術を教えて人間と勝負させたという話が残ってるで、ね。えー <laughs> で負けた人がいてあまりにも悔しいということで頑張ったという話がありましたけれども、<ー>うん、えー、これはいはあ猿でしたね。ただでどうでしょう。江戸時代で一番華やかな動物を一人挙げると言われれば、色は白と黒ですけれども、えー、チンですね。犬の犬犬好きですよね。はい、犬は大好きです私も大好きでございます。はい、あのちなみに私は犬年なんですけれども、<laughs> あの王屋では間違いなくチンですね。 あのチンというのは中国チベットから入ってきたと言われるんですけども、えー、チペタンっていうんですかねあのスパニエル、うん、そういう系の,あの花のこ詰まったような、はい、あのペキニーズがそうですけども、ねはい、ああいうやつがまあ先祖じゃなかったかなと言われてるんですけども多くで、えー、とにかくあのチンがあの流行るんですね流行するんですけども、うん、多くの人は勘違いするんですけどもあのチンっというのは日本産なんですよね。あ ね、私も中国かなと思ってたんですけど、うん、<laughs> 先生が前教えてくださって大奥で,多くであの何で買われたかといいますと絢爛豪華なあの和服を着る時にですね大抵一番目立つ色は何かとなると白と黒なんですね。<ー>そこまで計算しててチンっていうのは出来上がってるんですね<ー>で幕末にあの鹿児島から入ってきたお姫さんで篤姫っていうのはいましたね。 阿部はあの多くで猫飼ってたのも有名なんですけれども、じゃああの薩摩時代はどうだったのかというと、やっぱチン飼ってるんですね。そうなんですね。<laughs> うん、結構チンっていうのはその江戸時代のまあ愛玩動物としては結構こう華やかな、うんえー。高貴な女性はイコールチンですね。ああそうですか。はい、なるほど。でもやっぱりこう。 愛顔動物として可愛がられていたとなるとやっぱりチンとかあとはサルとかってその辺りになるんですかまあそのサルはかよく知りませんけれどもあの確かにあの犬に関してっていうのはあったと思いますね。 まあただ犬というと五代将軍綱吉のイメージが悪いので生類あれみの例のおかげで損してる部分はありますけれども全体的にやはり封建制の時代ですから忠義を尽くす忠堅というのはですねあの結構気に入られてたの間違いないと思いますね、うん。まあ今も 犬が好きなね方は本当にい,っぱい、うん、らっしゃる。そう最近猫に押されてるそうでね。<猫も S 2> それがね私はすごくあの腹立たしい限りなんですけどそうですか。ちょっと最近猫ブームですけどね。えー、あのー、ねよく言うんですよ。猫がねお座りするかと、待てってわかるかと。言うたらその、えー、猫好きな人の中にはわかるわよっていう人もいるんですけどね。<laughs> もう何とも言えないところですね。うん、あの気ままなとこも可愛いのかもしれない,<ー>いでは続いて質問いきます。 京都府にお住まいのペンネームしんじさんからいただきましたありがとうございます、えー、明智光秀の最後についてなのですが落ち武者狩りにやられたとなっていますそもそも武士がそこらの農民の竹やりにやられるものなのでしょうか <laughs> また逃げるにしても今のように写真も SNS もない時代なのでどこかの街で一般人のふりをして過ごせばわからなさそうな気もしますがバレるものなのでしょうか これは私も同じことずっと思っていたんです、ねうん、あの後半のね一般人のふりして逃げちゃったらいいのにっていうのはよく思うんですけど、これど,、うん、どうしてわかる <laughs> あのまずですね、あの落ちぶ落ちぶしゃがりなんですけれども、これ村がいくつも重なってやるんですよね。あ,<ー>あの山狩りという言葉がありますけれども、同じように何百人があのかかってくるわけですね。あ で戦国時代はあの秀吉の時代になってようやく刀をあの取り上げたりするようになりますけれどもそれまで武士と農民の違いいってないんですよね、うんえー、自治である村というのは基本的には武器を持ってますからねそれで村を守ってるわけですから、はい、あどこでも武装してるわけですね。でしたがってその落ち武者というのはすごい数いるわけですね。 でこれは弱ってる人をあの倒して鎧兜を奪って持ってる兵糧を取るというのが本来の目的ですから相手が誰ででああるっていうのはあんまり知らないわけですねただ当たり前のことですけども高高貴な人の兜の兜方が高く売れますよねだからそういう意味で責められるということがあって結構あの著名なといいますか、えー、その身分の高い人間が落ち武者にやられたという例は多いんですね。 じゃあ誰,誰だっていうのを分かった上でやってるというよりも、うん、なんか高そうな鎧着てるなそうそうみたいな感じで,で後で「えこの人があの人だったの?」って話になるわけですね。あじゃ秀で光秀の場合はそのパターンであることもそうですしあの明智勢が負けたとということはすすぐ伝わるんですねもちろん SNS はないんですけれども。<laughs> 現代でも言えることなんですが、あの噂の伝達速度っていうのがありましてですね。大体、はい、ですね、成人の場合は、あのだいたい四十キロなんですね。四十キロ。一<で>日で歩ける距離が大体四十キロなんですね。<ー>そうしますと、この、えー、例えば明智水秀が負けたぞ。どこどこへ逃げたぞとか、どっちの方向へ行ったぞって言うのは。四十キロまで、そのすぐに伝わるわけですね、一日で。一日あれば四日。はい、<あ>したがって、その途中途中で、その情報がその伝達していきますよね。 その過程でいやこっちには来てないぞとか<ー>向こう行ったんじゃないかとか誰々が見たぞというのいろんなものが重なっていくわけですね。うん、で結果その、特定されてしまうわけですね。もちろん一人で逃げたら助かった可能性はあると思いますけどもあのまずあの考えなければいけないのは現代のようなな都市社会じゃないんですね。村はその生命体でもあるわけで知らない人がいないわけですね。 でその入り替山といいまして村が村と村があってその間に山があったとしてもその管理というのは両方の村でやってるわけですねだから、えー、わけのわからない奴が一人潜り込んでそこでひっそりとというのは無理なんですねで戦国時代にはまだ都と呼べるところが京そして堺、まあ、どうでしょう大阪がまだ形づいて秀吉の時代ですからね 出来上がるかどうかですから、そういう時代背景を考えてみると。村というのはね、結構厳格で厳しいんですね。じゃ、なんかこう紛れ込んでとかっていうのは、うん、まあ、できないで、ね。できないですし、その山の中ならというふうに考えてもですね。えー、食料の問題もありますけれども、それ以上に、実はね、監視されてるんですね。はあ、そうですか。うん、なんか、ね、今だっと、S. N. S. で特定とか <laughs>、ありますけども、<laughs> この時代も、その噂で。はい。 あいたとかっていう人はそうなん、ね、あるでしたんです、ね。で、うんえー、なんてさあ、戦国時代の方が厳しいわけですね。あのもしおかしな人が入り込んだりすると、それでその命を狙われる可能性がありますから、うん、もう村全体が防御するという、えー、知らない人は入れない、監視するということが徹底してましたから、あの極めて難しかったと思うんですね。す逃亡者というのは。謎が解けました。ありがとうございます。 えー、各先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます皆様からのご質問お待ちしていますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひチェックしてください、えー、そして YouTube でお楽しみいただいている偉人こぼれ話も合わせてチェックしてください毎週火曜日配信です それではぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。